鳴らした。そうなんです。おはよう。が来てくれて2日目です。これからみんなでどこ行くの？イタドリ。はい、イタドリ行ってきまーす。はーい。あ、引かれる引かれる。はい、ここで買い出ししてきまーす。アユ売ってますね、アユ。あ、ホタテ。あ、もう取った。あ、オッケーオッケー。できました。ねえ。よし、キペ。キペのためにお母さん頑張ります。はい。頑張って。ねえ、パンダ。パンダでな。ねえ、パンダ。キペは取れ、お母さん取るでな。でもなんか投げ合わせ。子供です。え、ここ見るやで。それで、それで。この端っこ。これ真ん中でいいよね。うん。手が首。ギリギリ。寄せるくらい。いけるこれ。転がせ、転がせ。あ、惜しい。当たっちゃった？待て、足つまむかもしれん。ダメ。で、でいうか、だってこれいかへんもん。いや、ぬいぐるみこっちにしてもらうんでも。いや、人間でもいいよ。いいよ、これ。キッペンも買いとって。いいよいいよ大丈夫。スティーブ、グチャやね。切ってみましょう。切ってやろうか。やってみようか。大丈夫や。切ってチャレンジ。ちょっと上げこれ。苦手。どれも。自分が欲しいやん。すごい、すごいよ。何だかちょっと怪しい。すごい。そうやな、そこか。いや、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと行き過ぎちゃったか。ちょっと行き過ぎた。でも取れそうやな、あれ。もうちょっとあいつに当たらんかったらね。はい、よろしい。はい、1回で。はい、ようこちゃん、ようこちゃん本気。うん、はい、はい、はい、見て見てよ。はい、後ろか。あ、でもスティーブ行ったな、これ。お、お、後ろや。あの、なんか来たら。もうちょっと後ろから。はい、あ、あ、立てて頭のところに。じゃあなんか。奇跡起こすから。奇跡起こします。うわ、運だ、運で。どうや。どうや、どうや、どうや、どうや。どうや、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 いいぞ、いいぞ。全然か。全然か。隣のスティーブン邪魔や。邪魔やな、スティーブが。ああ。ちょっと待って、500円で。ぐちゃ、ぐちゃがついに財布を。ぐちゃが本気を出した。ちょっと頭一回上げてこっちに寄せるとか。ああ、やりたい。今いい感じ、めっちゃいい感じ。はい、
行き過ぎかもしれん、ちょっと。ほら、スピード。あ、入った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 。次ソータ行こう。もうこれおげつ持ち上げて、もう勝ったら、もうこれは固い絆で結ばれるよ。そう、よっしゃー、ここら辺なんかスピード寄りやん。あ、あ無理かよ。あ、あーごめん。大丈夫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 。絶対取る、絶対取る。置き直しで立ててもらう。あ、キペ、お兄ちゃんが横見るよ。怖い、結果が怖い、結果が怖い。キッペ大チャンス。キッペ同じ足だけど、え、どうですか、足と手の間、後ろの方。あ、いいじゃない。お願いお願い、あ、もう行っちゃう。お願い、後ろ掴んだ。お願い、掴んじゃない。流れ早いっすね。なに？あ、見た。食べるの？あれ？キビ食べようけど、キビは。セミも食べたいらしい。ワンハム家族。おおおお。惜しかった。こうやってすぐ上向ければいいじゃない。さあ、今の。今が入るんだよ。いけた？はい、なんとか今日の焼き物はこれです。オープン、ダダーン。ソーセージやらお肉やらいろいろ焼いていきます。美味しそう。お、あらわた出たぞ、横が。まだ火の準備がかかるみたいですね。次は子供食べたいやつ先がいいかな。あ、でも釣りするし、焼いて釣り遊ばせて焼いて置いといてあげて来たよっていうのがいいかな。そうやな、そうしようか。その流れで完璧。早く行こう。はい、釣りを早くしたい。乾杯。
ポーターも釣りしたい？釣りしたい。じゃあ久しぶりや。俺の番釣りよ。OK、じゃあお肉の番はグッチョに任せて釣り堀行きますか。OK、行きましょう。釣り堀でやんの？あっちに竿ある。ヒペ釣り行くよ。何？石。石かい。釣り堀楽しみな人。はーい。今日で500回目ですね。そんなにやってないですね。パンさん念願の釣り堀どうすか？もう待ちに待ち。変なやつよ。あいつらバカですね。いい家ですね。お、群れがいっぱい来たよ。え？あ、ちっこいのか。それリリースするやつだな。このいつ釣れるかわかんないっていう。いやでもズクズクってなるよ。あ、ズクズクってなる。何しとるん？お魚入っとんの？1匹。あ、元気になったね。そう。やっとの思いで。でもこれ美味しいんじゃないですか、やっぱり。絶対美味しい。気持ちいい、キッペ。めっちゃ冷たいね。食べた？なんか焼いてくれたやつ。いやまだ食べよ。行こう。あ、お魚持ってかない、キッペ。ドリンク持って乾杯しよう。持ってください。あ、これか。ひだどりへ乾杯。乾杯。カレー。あー、うまい。いただきましょう。あ、いいよ。一遍チュッチュしてみて。チュッチュ。これ？いい顔。はい、入れよ。ソーセージしか入れれんやん。オクラ入れる。オクラ、オクラ。全身 TV のベレッ。今日はマンモスの肉食べてみた。美味しそうですね。匂いはマンモスの肉の匂いがします。いただきます。笑って上手にいけません。ペロッとするのやめてくれ。お肉は原始人なので、こうやってるのは当たり前です。原始人やでな、はい、こうやってるの当たり前やな、はい、原始人さん、こちらに、こちら何の肉ですか？トウモフイ。もう一人原始人発見。横向いて。あ、いいね、できてる。原始人仲間。仲間よ。今
ワンハム家族。じゃあさばいていきましょうか。そうだ、あそこにさ、まな板あるやん、1個。まな板ある？これ、そうだ、ここにかかってるまな板1個ゲットして。2人はまな板をゲットした。いってでーす。はい、じゃあさばくのこっちで行こう。こっちだから。まな板をゲットした。オッケー。行きましょう。さばいていこう。さばいていこう。そうだ、さばいたことある？ある。よし、やっていこう。そこよ。こっち、ひっぺ。ここかな？ここか。頭切って、お腹切って、内臓取り出すだけ。そうそうそう、それでオッケー。いくよ。じゃあ、こっちもいける。あ、そう、肩。あ、こっち。いけてる。ひっぺ、まっすぐ、ギュッて。やってる。滑らしてみ。こう。そうそう、前に滑らすように。いける。オッケー。そう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 。ほんで、最後は、骨のところはグッて包丁してみ。そうで、通り越したらまたスースーって。あ、いい感じよ。オッケーオッケー。ひっぺ、縦に一回腹切って、そこから腹出そう。ひっぺ、それだと自分が危ないから。いや、で、指気をつけてね。もう行っちゃいます。なるほど。大丈夫、ここに流してていいよ。下にバケツあるから、ね、受けてくれる。ちょっと、ぬるぬる。はい。あ、いけた。いけた。オッケー。あ、ちょっと待って。あげつらバージンやった。ねえ、ここから出てる。あ、ちょっと待って。エクストラバージン匂い嗅いだ、どう？一回洗って。うん。あ、潰れた。潰れちゃった。サクサク。自分の手もちょっと臭いもんね。わかりまへん。あ、出た。あ、いいよ。オッケーよ。あ、違う。中まだあるか。実はこれ入ってる？入ってない。きれいに洗おうか、じゃあ水で、あとは。ちょっと気もある？指気をつけてね。きっぺきれいになった。できました。きれいです。きれい。きれい。綺麗だね。上手にできました。これちょっと落とそっか。うん。あ、そこじゃないよ。そこに流せばいいよ。下にね、ザルが。下にザルが置けてあるから。3匹目2人でさ、順番に切るっていうのはどう？頭落とす人と腹切る人。うん、いつも負けますね。2回目は上手にできるかもしれないですよ、キッペイ君。あ、エクストラバージンあるかな。エクストラバージンって何？はい、キッペイ君、エクストラバージンとは？エクストラバージンとは、中にある浮き袋。浮き袋はどんなの？匂いがどうなの？泡って臭いやん。うん、臭いね。臭くない。エクストラバージンは臭くないよね。悪いやついるわ。悪いやつ来たー。あとでもパンクフルぶっかけろ。カンタ、今の攻撃をすることによって二人に狙われるという。でもね、暑かったら言うですよ。はい、自分にね。ヒュー。どう、キッペ、滑る？滑るのが大事だよ。そうね。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。
チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。